続いてのコーナーに参りましょう。続いてお送りする企画はこちら、15期メンバーリアル先輩評価グランプリ。さあやってまいりました。ここでのコーナーで全員参加の企画でございます、はい、15期メンバー3人が先輩メンバーをリアルにどう評価しているかランキング形式で発表していきたいと思います。すごいことしますね。そうですよ。今回は一応2問ご用意しておりますよ。はい、はい、今からテーマが発表されます。そのテーマに対して15期メンバー3人がそれぞれ1位から5位までランキング付けをしてくれました。はい、はい、それの総合、まあ、得点で1位から5位を発表したいなと思っております。はい、そこに1位から5位と書かれた椅子が並んでいるので、先輩メンバーで自分が、まあ、1位だからだと思ったら1位のところ、自分で自分のランキングはどこだっていうのを自分で判断してもらいたいと思っております。なるほど。もちろんメンバー同士でいやもっと上の方がいいよとか、おそれはもちろん言っていただいて構いません。ですのでこう皆さんね、好きな位置に座っていただいて発表をしていただければと思っております。はい、これが奇跡的にビンゴ賞をあった場合は、はい、鈴木啓太からプレゼントを用意してます。啓太さん、啓太は今のところ知らないんですけど、広いですよね。啓太くんからなんかいいチケットをプレゼントさせてもらいます。悪夢だな頑張ってください、はい、さあそれでは行きたいと思いますか。はい、3人も大変だったつけんの。大変でした。大変でした。でももちろん無記名でございますからね、その総合でございますから、はい、分かりました。あんまり詰めるのはなしですよ。それでは早速いきましょう。最初のテーマはこちら、ためになるアドバイスをくれる先輩ランキング。はい、さあこちらでございます。それでは皆さん移動スタート。この辺にはいる気がするな、うん、ちなみにいいね、はい、入ってないと思ったら、うん、いいね、はい、入ってないと思ったらあの奥の方に石田さんと13期はいますよ。いる、うん、いいね。これでだって入れいな、1位でしょ。レイナ言っとこうよ。1位はおかしい。1位じゃない、カネディももうちょい上でいいんじゃない。上だと思う。てかみんな自信なさすぎない。やだよ、やだやだ、おい、私はない。さあ終わりました。チーが入ってるよ絶対。いやもうだって怖いもん。チーが入ってるよ。チーが入ってる。リーダー行きましょう。私も絶対怖い。リーダー行きましょう。リーダー。リーダー。リーダー座りましょう。リーダー。リーダー。これで1位じゃなかったらめちゃくちゃ。だから自分よりランキングがこれより自分の本当のランキングがもっと下だった場合はうぬぼれてるわけでございますから。そうですね、それちょっと待って、それ言うのずるいですよ。そうなんですよ、絶対これだって。深倉さんだったらその1位開けてそのリアルな順位の後ろに立ってもいいんじゃないですか。でもあれじゃないですか、でも本当になんか心、本当に座ってる人たち恥ずかしいよねこれ。いや待って、なんだよ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 、なんかいつも目立とう目立とうするくせにこういうところはやめるんですね。お時間来てしまいました。はい、すいません。いいですか、これでいいんですか。てか他のメンバーいいの、かぶっても全然いいんですよ。そうだよ、なんかちょっと生田さん平気。エリタって可愛いしか言ってないもん。はい、じゃあこちらでいいんですね。はい、かぶりが一切なし。はい、さあということで時間が来ましたので発表してみたいと思います。ね、これさ逆に呼ばれたらめっちゃ嬉しいね。呼ばれたらね、逆でさ呼ばれたら行きましょう、行きましょう、結果、はい、いきますよ、はい、それでは15期メンバー3人が答えましたためになるアドバイスをくれる先輩ランキング結果はこちらです。加賀楓、4位横やん、そして5位小田ちゃん、すごいじゃん。ということで待って、2位と4位と5位ビンゴ賞でございます。すごい、ほらだけどやっぱり言ってる人と言ってない人は間違ってない。すごいよこれ、だから5人がまさにぴったりハマったってことでしょ。やったー、ケイタさん、一緒に特別賞みたいなの。じゃあこれすごい、すごくない、すごいよ、ね、だから1位開けて福村さんが後ろについて石田さんが1位に行ってとかしてればしたら本当のビンゴ、すごい、奇跡の大ビンゴでございましたが、まあ、こちら、まあ、匿名ではございますが一応コメントも3人からいただいております。匿名なんで
半分の1ですけどね、はい、あの表情に出さないようにね石田さんへのコメント、技術面で一番指導してくださいます石田さんに教えていただいてやばいできるようになったことはたくさんありますありがとうございますというありがとうございます。続いて2位の福ちゃんへの、コメントです。リーダーとしていつもメンバーのことを見ていてアドバイスをしてくださいますありがとうございますと、はい、そして、2位の加賀さんへのコメント、落ち込んでたりすると頑張れとかじゃなく、うん、一緒に解決策を考えてくださいます。嬉しい素晴らしい、はい、といった素敵な意見を16歳いただきました。はい、ありがとうございます。ということで1問目はこれちょっと文句言えないぐらいね、いやーやばい、はい、はい、ちょっとね福ちゃんが1個だけちょっとそうですよ行きます行きます。でもよかったです、素晴らしかった。2位も1位も一緒だよ